パノラマラコーヌは、フランス、オクシタニー地域圏、タルヌ県のコミューン。ラコーヌ山地の中にある、中央高地のコミューンである。山岳地帯に入るその標高のため、オー・ラングドック地域圏自然公園の一部となっている。ラコーヌの気候は、海洋性気候、地中海性気候、山岳気候の影響を受けている。オック語の地名ラコンナとは、洞窟を意味している。 ラコーヌのユダヤ人強制収容記念碑ラコーヌの中世の検証は、ジョゼフ・コートラン像が、オック語で記したラコーヌの書に集められている。1942年1月から、トゥールーズ知事の決定により、行動や態度、国籍や宗教が、住民の不安や不満の要因となりうる個人を収容するためラコーヌに、強制滞在センターが設置された。1944年まで、 650人のユダヤ人が収容されていた。1942年8月26日にはグループモビールドレゼルブが襲撃を実行した。依然としてプロテスタントの歴史が染み込んでいたラコーヌとその周辺に衝撃が広がった。この襲撃は地元の警察官も含めた住民たちがユダヤ人支援を行う引き金となった。この時代の記憶は 1999年のユダヤ人強制収容記念碑建設によって絶えず続いている。複数のラコーヌ住民が諸国民の中の正義の人として検証されている。1854年から温泉のおかげでラコーヌはスパの街だった。第二次世界大戦後にスパは衰退し2005年に再び温泉が湧き出されるようになった。過去には 温泉カジノがあったこともある。主な経済活動は食肉加工業や羊の飼育である。ラコーヌの名は羊の名にも付けられている。ラコーヌ種の羊の父はロックホールチーズの原料に使われている。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたのそれ以降は 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。